こんにちは。日本学術書道会の田村貴山です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は剣線は百尺に高しです。剣線は滝のことで、百尺もの高さから落下する水の勢いを表します。では今から剣線は百尺に高しを書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。